はいみなさんこんにちは石間まりです昨日 YouTube ライブにお越しくださった皆様ありがとうございます Thank you for coming to my YouTube ライブ t r e a m yesterday hey, I hope you guys are doing well hey, さて、えー、昨日はですね YouTube のライブが終わってからはあのずっと、えー、藤井聡太さんの既往生の第4曲を見ていました途中でちょっとお相撲とかあの野球も見たんですけれどもあの そうですね蒼太さんが一番もちろんあの大事なので、えー、ちゃんと見ていましたよ。そして、まあ、こちらの明け方ですねもう朝の4時ぐらい、えー、と渡辺あの元企業が投了して蒼太、えー、君が棋王を奪取したということでですね史上最年少六冠そして昨日はですね えー、録画放送であります NHK 杯での優勝も決めまして一般棋戦グランドスラムということであのタイトル戦ではなくてですねその、えー、確か NHK 杯銀河戦 JT 杯朝日杯、えー、全てに優勝したということで、えー、まあグランドスラムということですね。 そんなわけで昨日はちょっと歴史的な日だったので私もあの知り合いにね次の日の朝にいろいろスポーツ新聞とかを買ってくださいとあのお願いしたわけです。さすがに終局の時点でも朝の4時ぐらいだったので、えー、感想戦と記者会見を見ることは、まあ、無理をしたら見れたと思うんですけどもやはり私自分の健康も大事だし。 勇気のウェルビーイングが一番大切なのでコンピューターを閉じてその子は寝ましたそして今朝起きてねまずは記者会見を、えー、見てそして感想戦も見ました、えー、私が救われたのですねそれはですね渡辺元清が、まあ、サバサバしていたことがあのそれに救われましたやはりあの彼自体 そうですね、うん、すごく気落ちはしてると思うんですよ気、ね、王も奪われ、えー、そして棋聖戦ももちろん蒼太君が勝ちそして次は名人戦ということで、まあ、名人戦のタイトル戦は初の挑戦なんですけども蒼た君は、まあ、渡辺さんにとっては恐怖ではしかない。 と思うんですがそんな中でもサバサバと明るく感想戦をしていた渡辺明名人がね印象的でそれに将棋ファンたちは救われたと思います。On the other hand、えー、そのそれと同時にですねあの一つ心配になったのはあの壮多さんがですねあのまあ昨日の対局のほぼ 後半ほぼ全部あの目をしばしばとねパチパチとずっとさせていてうーん話を聞くところによると何かやっぱり花粉症らしいんですけれども目に来るのかな一番とにかくあのパチパチがすごく多くて乾き目もあるのかもしれないけど対局中に目薬をさすということをそうたくんはしないのでですね それが心配でした眼鏡も使ってません視力がわからないんですけど今のところまだ良いんじゃないでしょうかただそのパチパチがねあの記者会見にまで続いていまして記者会見の時も目に力がなかったというかその力っていうのは魂の力がないとかじゃなくて目が疲れてって、えー、ちょっといつもとルックスが違ったのでですねうんあのとてもそれが心配です。え髪の毛もささっぱり、ね、カットされてね 非常に凛々しい印象もあったそうたくんですけれどもあのすごく久しぶりにマスクをしない対局ということで一番最初でマスクあったと思うんですけどお二人とも外されて久しぶりにあの素顔のねあの、まあ、対局を見ましたあのお二人ともね。でソータ君の、まあ、凛々しさも まだ残るアド系なさもね、両方垣間見ることができたんですけれども。私が一番心配なのは、やっぱり、あの、藤井聡太さんのハードスケジュールですね。あまりにもスケジュールが、あの。忙しいのでですね。それで、その、一時的に風邪を引くとか、そういうのじゃなくてね。体を壊さなければいいなっていうのが私の老婆心ですけれども。あの、心配ですね。やはり、今すごい。 あのたくさんのね幸せをね私たちにもくれてるけど彼自身がね非常に素晴らしい位置にいるわけであの少なくともね の将棋連盟の方々がね蒼太君にしてあげられることはあんまりこう余計なスケジュールをね余計なスケジュールっていうのはもしかしたらないのかもしれないんですけれども例えばねこの間王将戦で7局なかったので7局目に行く予定だったところにあの彼は行かなきゃならないんですよそこでおめでとう会をねしてくれるということで出向くんですけれども結局はその棋戦が開催されなかった。 早くタイトルが決まってしまったっていうことでね、その埋め合わせに行くんですけども、あんまりそういうことでね、あの彼の体力を奪わないでほしいと思うんですよね。なので私、私あの総たくのお母さんでも何でもありませんが、多分お母さんもお父様とは同年代だと思うんですけれども、総たくもね心よりね愛するファンの一人として言わせていただくと、F.G. 総たく六冠にはね。 本当にあの心身の健康を大切にしていただきたい十分に休んでいただきたい十分にね二十歳の男の子としての楽しみもしていただきたい、うん、ぼーっとしている時間も大切だと思うしねあの好きな将棋を研究する時間ももちろん大切だけですけれどもねあんまりこう余計なことでねあの疲れさせないでほしいんですよねなのではっきり言った ABEMA トーナメントなんかもね今の彼には。 大丈夫なんだろうか楽しいことももちろん必要だけど大,大丈夫なのだろうかっていうねそういう心配も私はあります。えー、とにかくね体だけをはね大切にこれからもねあの邁進してほしいなと思っております。今日はあの藤井聡太さんのね本当に心からのファンの一人として、えー、私のね気持ちを述べさせていただきましたが本当に昨日はね今朝はね あのおめでたい瞬間で、えー、ソータ君、NHK 杯優勝、そしてグランドスラム達成、そして最年少六冠、起用、ダッシュ、すべておめでとうございます。ということで、I spoke about my favorite Japanese、um, chess player, ソータ・フジイ。I can't explain everything what I said、uh, just now, but he did something incredible. That no one ever done before. So it was a very memorable, you know, amazing day for Sota Fuji fan fans yesterday. Uh, anyway, uh, thank you so much for listening. I'm gonna, you know, upload some um, music related videos also because I'm a musician. Okay, talk to you soon. This is Mari Ichma speaking. Bye bye.